おい、ちょっと待て。学校行く気はあるらしいな。まあ、飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。なんだその顔は。いいから食え。そろそろ行った方がいいだろ。そりゃどうも。さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。ああ、外の札オープンに変えといてくれ。もうって時間でもねえだろ。おせえぐらいだよ。いいからとっとと行け。迷うと遅刻するぞ、田舎もん。
参ったな。雨なんて言ってたっけ？ん？降ってんの？急にだよ。春先はこれだから。そういや、傘持ってったのか？何？誰の話？別に。ご注文は？ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いています。最近物騒な事故が続くよね。ほら、そのニュースで言ってる地下鉄の事故さ、同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうかちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。へえ。おはよう。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。くそ、変態教師が。変態教師。うんだよ、鴨志田にチクる気か。は？今の車だよ。鴨志田だったろ。好き放題しやがって。お城の王様かよ。そう思わねえか？いや、だから、つうかよ、鴨志田知らねえとかマジで言ってっか？お前囚人だよな。は？他にねえだろこの制服。2年か、タメかよ。見ねえ顔だな。もしかして転校生か？じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。どまいて帰りて。
あの日、大きな地下鉄事故があったわね。覚えてるでしょ？巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ、知ってるわね。他人事って口ぶりね。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日、君はまだ単なる学生だったの？質問を変えましょう。転入先は囚人学園だったわよね。都内じゃどこにでもある平凡な進学校、そのはずだった。あの頃一体何があったの？正直に全てを話しなさい。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ？中入って聞くしかねえか。おかしいな、学校が。いや、学校のはず。県外？どこ来ちまったんだ。看板、学校のだったよな。俺が聞きてえよ。ビビらせんなよ。誰だお前、生徒なのか？つうか、かっこすげえな。鎧本物か？黙ってねえでなんとか言えよお前。おい、なんだよ。だから俺もわかんねえよ。こいつら、やべえ。落ち着けって。タイム、逃げるぞ。こいつらはやべえ。行け。くそ、なんなんだよこいつら。いった。俺んだろうが。何してくれんだよ。なあ、連れて行け。おい、起きろ。おい、大丈夫か？ああ、なんとかな。どうやら夢ってわけじゃねえようだな。くそ、なんなんだこれ。お
出し上がれ。誰かいんだろ。くそ、どこだここ。なんかのセットか。なんだ今の。やばくねえか。おいおい、喜べ、貴様らの処刑が決まった。罪状は不法侵入である。よって死刑に処す。は？俺様の城で勝っては許されない。え、まさか鴨志田か。ただのコソ泥と思ったら、坂本、貴様だったとはな。また逆らうつもりか。貴様ちっとも反省してないな。え、一人じゃどうにもならんと今度は仲間を引き連れてきたのか。お前ふざけんなよ。王に向かってその口の利き方は何だ。貴様自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。処刑だ、連れ出せ。やめろ。くそ、付き合ってられっか。逃げんぞ。いった。いいから逃げろ。こいつらマジだぞ。ほう、貴様逃げるのか。随分薄情な仲間だな。仲間じゃねえ。ほら早く行け。どうした、おじけづいて逃げられないか。取るに足らない小虫が。俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。そうね、クズだ、ゴミ失め。さっきまでの威勢はどうした。このゲロ殴る価値もない。今殺してやる。ん？お前、俺様が誰かわからないのか？腹立たしい目をしよって。抑えてろ。あいつを殺したらすぐに殺す。やめろ。死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかし、この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした？見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それとも、あれは間違っていたのか。よかれ、カーン、聞き届けたり。
契約だ。我の主、何時は我。己が信じた正義のためにあまねく冒涜を顧みる者よ。その怒りマガナと共に解き放て。たとえ地獄に繋がれようと、全てを己で見定める強き意志の力を。殺せ。なんだと。そんなに殺されたいか。いいだろう。破る力を与えてやってもらう。よかろう。貴様、何者だ。我が英兵よ、そいつからやってしまえ。こいつらの真の力、思い知れ。お前のもの。やり方は任せず、自由に暴れてやれ。これか。かかった。貴様ら。なあ、何なんだよ今の。それにお前の格好。お、戻った。うわあ。意味わかんねえ。とにかく逃げんぞ。先に行け。おら、おのれ、賊めだ。おい、絶対に逃がすな。
けるな。ああ。どうした？おいおい、こんなとこ渡れんのか？つっても他に行けるとこもないか。よし、一気に渡っちまおうぜ。こいつ、お前ら城の兵士じゃねえな。こっから出してくれ。ほら、柵
こに鍵あるだろ。外出てえのはこっちなんだよ。てかお前どう見たって敵だろ。捕まってんのに敵なわけないだろ。助けてくれよ。猫じゃねえ。次行ったら許さんぞ。もう来やがった。くそ、圏外だ。外と連絡つかねえのかよ。一体どっから出れんだよ。おいお前ら、出口が知りたいのか。出してくれれば案内するぞ。捕まって処刑は嫌だろう。我が輩に二言はない。どうも調子いいなこいつ。二人だけで出られるってんなら好きにしろよ。どうするよ。マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。し、仕方ねえ。シャバの空気はうまいぜ。出口はどこなんだよ、化け猫。猫って言うな。我が輩はモルガナだ。うっせ、早くしろ。また閉じ込めんぞ。分かってるよ。ついてこい。静かにだぞ。もう4限じゃない。桜さんは家出たって言ってるし、警察に連絡した方が。あ、いや、そんなの余計面倒なことになるし。はあ、ほんと厄介なこと押し付けられちゃったな。しゃあね、ついて行ってみっか。何やってんだ。決まってるだろ、橋を下ろすんだよ。クセっ気のお前、金髪より飲み込みが早そうだ。ちょっとこの像を調べてみろ。口のところだ。こんなわかるかよ、素人め。さっさと行くぞ。やべ、来た。飛んだ素人め、じっとしてろ。おいお前、戦えるんだろ。やるぞ。来い。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。シャドウめ、迎撃態勢に入りやがったな。我が輩たちを殺すために本気を出してきたってことだぜ。支援してやるから死ぬ気で戦え。行くぞ。ヘルプ奪え。やっぱり素人だな。戦いってのはこうやるんだよ。意を示せ、ドロー。弱点に攻撃して敵をこかす。その隙をついてさらに動く。基本中の基本だ、覚えとけ。ほら、さっさと突破するぞ。ヘル様、本気だ。
お？こいつの格好どっかで見た気が。あ、くそ、頭がパニックって出てこねえ。行くぞ。待てって。何なんだ、早くしろ。こいつら確か他人の心配してる状況かよ。それにそいつらは見つけたぞ。言わんこっちゃねえ。助かるぜ。あっちもやる気みてえだな。ペルソナ奪い。あれ、行くぞ。やっと。よし、レベルアップ。よし、新手が来る前に逃げるぞ。待てって、こいつらこんままじゃ。お前本当に何も分かってないんだな。いや、説明してる暇はないか。おい、我が輩は行くぞ。ついてこないなら好きにしな。分かったよ、畜生。こっちだ。着いたぞ。やっとか、助かった。アカネ、てめえ騙しやがったのか。慌てんな、こっちだ。待てよ、おい。どっから出んだ、窓もねえぞ。これだから素人は、こんなの基本中の基本だぞ。その通り、お前やはり筋がいいな。外までちゃんと通じてるぜ。なるほど、ってことはあのハマってる網を
せーの。あっ、やべ、敵に聞こえてねえよな。やっとだぜマジ。喜ぶのは出てからにしておけ。さあ行けよ。行けよってお前は。我が輩はまだやることがあるからな。ここでお別れだ。そっちこそ気をつけろよ。じゃあな。あいつら使えそうだな。我が輩の見立てが確かなら、あのクセッケの方は特にな。俺らどうなった？ホームに帰還しました。お疲れ様でした。あ、帰還しました。逃げ切れたってことか。もう何が何だかよ。何だったんだよあれ。城とか鴨志田とか妙な猫とかどうなってんだよ。でかい声だな。お前ら囚人の生徒か。サボりか。あ、違うって。学校行こうとしたら変な城で。なんだ。おい、カバン出せ。おかしなもんやってないだろうな。なんでそうなんだよ。君は友達か。嘘言うなよ。ちゃんと説明しろって。だから俺だってわけわかんねえんだって。囚人の前なら通ってきたよ。おかしなところはなかった。それ以上デタラメを言う気なら学校に連絡するぞ。お前からもなんか言えよ。いや、そうじゃねえだろ。待てよ。マジかこいつ。行きゃいいんだろ。国交省が辞任表明。これで新島さえ。そういえば彼女、今は泳がせておくか。マジかよ。同じ道来たはずだろう。どうなってやがんだ。どうなってんだはこっちのセリフだ。歩道の連絡あったぞ。あの警官結局作ったんかよ。お前が一人じゃないとは珍しいな。こんな時間までどこほっつき歩いてた。城。まともに答える気ないわけか。城がどうしたって。鴨志田。のんきだな坂本。陸上の朝練やってたこととは大違いだ。うっせえてめえが。鴨志田先生になんて口聞いてんだ。お前な、もう後ないんだぞ。向こうが煽ってきたんだろうが。本当に退学になりたいのか。とにかく事情聞くからな。はい。はあ、ふざけんな。私も配慮が足りませんでしたし、ここは寮生媒ってことで。え、いや、まあ鴨志田先生がおっしゃるなら。とにかく来なさい。大遅刻は事実だ。わかったよ。ところで例の転校生ってのはお前だな。どこかで会ったか。
そうか、思い出したぞ。まあ今日だけは多めに見てやる。校長から聞いていると思うが、問題を起こしたら退学だからな。冗談のつもりか。面白くないな。まあいい、早く職員室へ行け。川上先生も待ちくたびれてるだろう。新しい学校生活、せいぜい楽しめよ。学校が古城に？喋る猫？まさか過剰投与で幻覚が見えてるの？ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。自供の裏も取れたわ。でも転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの？それは通らないわね。もう一度よく思い出しなさい。つけておこう。